義理の兄というのはただの他人だ。ある日突然兄弟になったとしても共に積み重ねた歳月もないのだから当然だと思う。義理の妹という存在はただの他人だ。小説や映画では血のつながっていないことを免罪符に平気な顔で恋愛対象となり男女として結ばれたりする。創作世界にあるような出来事と現実は違う。兄弟は他人の始まりっていうらしいけど、それが義理の兄弟ならば最初から他人で最後まで他人のまま終わるってこと。